でですね、中3の2学期まで、中3の3学期まで東京にいて、その後謎の北海道行くんですよね。中3の1学期終わって2学期明けから転校するっていう。転校するまで分かんなかったんですけど、この時期に転校するのめっちゃ辛いですね。友達誰もいなくてみんな受験モードなんですよ。友達作る気ゼロみたいな。で、一番辛かったのが卒業式で校歌が歌えないっていう、みんな涙してるんですよ。すごい僕だけもう感情移入も、友達いないんで感情移入も何もできずにみたいなことをして、高校はそのまま北海道で過ごしてました。で、高校北海道行って、でそこが、ですね、いきなり冒頭から余談なんですけど、東京と北海道って受験制度全然違ったんですよ。もし転校とかされたことある方はイメージつくかもしれないんですけど、東京だと直前頑張ると内申点取れるんですよね。中3の1学期を頑張ると内申点結構いいスコアで受験望めるんですけど、北海道だと全部の平均なんですよ。なんでもう壊滅的でボロボロだったので、でも公立で受験先がないみたいな感じになって、私立の学校に入り、そこがたまたま関西の付属高校だったんですよね。で、わけも分からず関西の大学行って、いい加減戻りたいなっていうのを東京に戻ってきて、そこがデザインの会社だったんですよね。広告系デザインの会社に入りまして、っていうのが僕の社会人スタートになってます。で、今は不動産投資家育成協会っていう協会がありまして、そこの認定講師として、不動産投資、不動産賃貸業をお伝えする立場で今活動してます。やってる今何に時間使ってるかなってちょっと、振り返ってみたんですけど、やってることとしてはこの文字で後ろまで見えてますか？ありがとうございます。こんなこと、直せないんですけどね、もうダメでもこんなこと今やってます。で、親業に時間を使いつつ、これかな、今一番時間使ってるのは講師業の方かもしれないですね。集客したりとか、結構親業って投資っていうより事業ですよっていう話よく出てくると思うんですけど、とはいえちょっと特殊なので、あんまりこの集客とかを自分ですることもないですし、こっちは結構事業っぽい、自分で集客してコンテンツとかもちょっと手加えてとかっていうようなことを仕事をしてます。と、本1冊目ありがたいこと出させていただいたんですが、これ40日で書きまして、この内容40日って結構早いんですよ。多分あの他と比べてないんですけど、結構早いペースで書いてまして、で、書いたんし出し切ったんですけど、やっぱりこうもっとやりたいなみたいなエグが出てきて、今2冊目に書いてます。40日で書けるんですけど、2日間ぐらい本当に鬱になると思いましたね。結構ポジティブな方なんですけど、この何文字だっけな、7万字から8万字ぐらいなんですよ、このボリューム感って。っていうのをこの編集者さんに言われて、書いていくわけなんですけど、40日でやるとですね、常に毎日毎日残りの文字数から今のワードの下に書いてある文字数を引いて残りの日数で割るみたいな日課になるんですよね。でちょっとサボると増えるんですよ、平均値なので当然なんですけど。で、毎日3000字ぐらい、3000字か4000字ぐらい書くみたいなのが40日間続くと結構へこたれるんだなとか分かったので、今度はちょっともうちょっと余裕を持ってやりたいなというところで今活動してます。ですね、ちょっと不思議なキャリアを歩んでるので、でも自分の中ではいろいろ戦略立ててやってるところもあったりしまして、なのでもう少し僕がもっと若い時に知りたいなっていうことがやっぱりいろいろあるんですね。お金のこともそうだし、不動産のこともそうだし、なので、社会人とか大学生向けに何かこういうもう少し楽に生きてもいいんじゃないみたいな話とかですね、お金のこととかを次また本にして世の中にメッセージしたいなみたいな活動をしてます。と、ブログとかのウェブ資産を持つのも好きで、今こっちの構築も結構力入れてます。こんなことを、今やりながらというかですね、時間を使っているのはこういう感じで今活動してます。僕の本をもう読みましたっていう方はいらっしゃいますか？ありがとうございます。買ったけど読んでない、ありがとうございます。そしたら、一応ですね、こんな感じになってるんですね、目次が。で、何についてお話ししようかなっていうのを考えてたんですけど、ちょっと分からなかったので、皆さんのご興味がどこになるのか。
なるべく、あ、ちょっと今から手を挙げてくださいっていうので、好きなとこ手を挙げて、何回でも手を挙げていいので手を挙げていただいて、で、なるべく、あの、興味に即したところを熱く90分お話できたらなと思ってます。ちなみにちょっとご説明すると、第1章が割とそのストーリー調というか、ですね、あ、いつか言ったっけな、25の時に不動産投資に出会って、今27ってことで8になる年なんですけど、どういうふうに人生を歩んできたかっていうのを第1章で書いてます。で、第2章は、まあ、ちょっとオチ出てますけど、あの、家族と組んで不動産やってるんですね。なので、今20代っていう若さで物件も持ててるんですけど、っていうようなことを、あ、でも家族と本当にやった方がいいと思っていて、っていうのをここで書いてます。で、第3章は、融資ですね。僕の前職が、不動産売買仲介の会社に1年半勤めてまして、その時に、なんかチーム分けされてたんですよ。リーダーが、バリバリの営業がいて、あの、物上げっていう物をこう電話してですね、物件ありませんかみたいな係がいて、で、その物件に融資をつける係もいるんですね。で、僕、この融資付けみたいなところをやってたので、あの、融資好きだし、やっぱり皆さん、こう、借り入れをして不動産買われるじゃないですか。なので、結構大事だと思ってるんですけど、まあ、その辺の話をここで書いてます。で、あとはその業者事情をちょっと第4章で書いて、で、第5章が結構リアルな、あの、本当に僕が実際やる行動のステップとかを5章に書いてます。でも謎の 2.5 っていうのはですね、あの、ただ僕がこれからのことを喋りたいからちょっと、あの、入れてみたっていうだけなんですけど、ということで、何回でも手を挙げていただいて大丈夫なので、ちょっとどこに興味あるか教えていただきたいので、いいでしょうか、アンケートっても。第1章一番気になる方って、一番じゃなくていいか、あの、気になる方、興味あるぞっていう方、ありがとうございます。第2章なんだっけ、あ、家族系、その半分ぐらいかな、融資、ありがとうございます。業者裏事情、ありがとうございます。この辺かな。あとは具体的な購入ステップ、ありがとうございます。なんか未来の話、あ、ですね、島さんが、あ、意外とこれ多いんだな。これ一番人気ないんですね。もうこれで喋れるのかなって思ったんですけど、わかりました。そしたら、融資の話と、業者の話と、この辺かな、後半を、あの、厚めに喋りたいと思います。うん、そうだな、そうですね。なんで、一応頭からは喋るんですけど、後半を厚めに喋っていきたいと思います。